官軍の兵が引いていきますぞ。当然であろう。皇天をいただく我らが蒼天の獣に遅れを取るはずもない。蒼天すでに死す、蒼天まさに立つべし。本部ども、天の奇跡を見よ。えい、変な力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。天よ、精烈なる雷の力を我に与えよ。天よ、当然たる氷の力を我に与えよ。獣め、同志が苦しむよ。天はお許しにならぬぞ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。ふん、官室に逆らおうなどとするからだ。敵将討ち取ったり。我が戦いはこれからが正念場なのだ。なんだ、ここは官軍の陣だ。義勇軍のお前たちが入ってよいところではないぞ。報告に参りました。天皇将軍聴覚を打ち果たし、黄金軍をこの地より退けました。何をバカなことを。お前たちのような義勇軍に黄金の親玉が打ち取れるはずなど。偽りではござらん。我ら龍玄徳の軍が聴覚を打ち果たし申した。嘘だって言うなら前線の奴らに聞いてみるんだな。龍玄徳の軍だと聞いたことのない名だな。お前たちの功については確認し追って沙汰する。それまでは中山国暗記権の意図して任につけ。龍玄徳と言ったか。貴様、恐れ多くも帝の血縁を名乗っているそうだな。どこぞの馬の骨とも知れぬ輩が不敬甚だしい。黄金討伐の功もでっち上げでやろう。てめえ、よせよくとく。管理殿、貴殿の言はあまりに道理に合わぬ。率直に申され、何が望みか。貴様は多少は世の仕組みを心得ているようだな。側労へのねぎらい、父兄への贖罪、先ほどの非礼への詫び、それらに対して誠意を見せろということだ。賄賂をよこせと。役人たる私たちにもたらされる益は全て民が困窮の中から納めてくれた税による。我が身かわいさにその血税を差し出すことなどできぬ。我らは民が安寧になると信じ古今を鎮圧した。ところが世は何も変わってはおらぬ。苦しめる者が役人に変わっただけだ。ならば再び立てばよいではありませんか。兄者の志、
尽きたわけではありますまい。公金で足りねえなら今度は役人どもをぶっ飛ばしゃいいんだ。俺らはどこへでもついていくぜ。ありがとう二人とも。我らの志なるまで三人で戦い続けよう。